今回はリハビリテーション統計として統計手法の選び方について解説したいと思います。まず統計学的手法なんですが、大きく3つに分類できます。この検定というのが、比較する統計手法になります。相関係数というのが関係性を見る統計手法になります。多変量解析というのが当てたり分けたりする統計手法になります。一般的にはこちらの検定や相関係数というのが、研究を行う上では比較的やりやすいと。こちらの多変量解析というのは上級者向けであると。ただ実際にこの検定や相関係数多変量解析を統計学的に用いるときには統計ソフトでしますので、これ自体はそれほど難しくないと。ただ何が難しくなるかと言いますと、やはり研究デザインですね、そちらが難しくなってくると、要するに問いの立て方ですとか、データの集め方ですね、そちらが多変量解析の場合は難しくなってくると、という意味で多変量解析の方は上級者向けであるというふうな認識になります。今回シリーズとして検定について解説をしていこうかと思うんですが、この検定というのは比較するということですので、例えば A と B を比較するというような検定手法になります。こちらが検定における統計学的手法の手順を表した一覧の表になります。で、こちらの一覧の表が一番大事なスライドになるんですが、こちらの統計手法というところが検定で使われる統計の種類になります。ひとえに検定の統計手法といっても、ご覧の通り8種類の統計手法があります。そしてそれぞれに使用するにあたっての基準といいますか、ルールがあると。ですのでそのルールにのっとって使用する上で、こちらの一覧の表ですね、そちらが役に立つかと思います。で、こちらの一覧の表を簡単に説明しますと、まずは大きくこの赤い線で区切ったところですね、こちらで2つに分けることができます。で、こちらで何を分けているかといいますと、こちら正規分布と非正規分布で大きく2つに分かれます。で、そして次に比較する群ですね、それが2群なのか3群以上なのかで、さらに分かれると。そしてその比較したデータが対応があるのかないのかで、さらに分かれると。そうするとおのずと使用する統計手法が選ばれるというようなことになります。で、ここで注意が必要なのが、こちらのカテゴリー変数ですね、こちらの順序尺度を使う場合は、自動的に、こちらに分類されるということになります。このように、研究デザインですね、そちらをこちらの一覧表に当てはめていくと、自動的に適切な統計手法が選択できるようになります。今後は、こちらの各項目ですね、そちらをもう少し詳しく解説していきたいと思います。今回は統計手法の選び方について解説しました。今回は以上になります。